1919年シーズンのシカゴホワイトソックスブラックソックス事件は1919年 MLB のワールドシリーズで発生した八尾町事件。1919年のワールドシリーズで優勢を予想されていたシカゴホワイトソックスがシンシナティレッツに3勝5敗と敗退。結局レッツが同年のシリーズを制することになった。シリーズ前から噂されていた突破絡みの 八オチ疑惑が真実味を帯び、地方新聞の暴露記事がきっかけとなって事件が発覚。最終的にホワイトソックスの主力8選手が賄賂を受け取ってわざと試合に負けた容疑で刑事告訴された。ワールドシリーズを金で売ったこの事件は米野球界のみに止まらず、精神的国技として野球を半ば申請しする風潮のある米国社会に衝撃を与えた。 カップとジョージャ,クソンジャクソンのユニフォームは薄汚れているホワイトソックスのオーナー、チャールズ・コミスキーが必要な経費を出さない極端な臨食家だったことが事件の背景にある。当時、ホワイトソックスの選手たちは他のどのチームより低賃金でプレーさせられ、ついにはユニフォームのクリーニング代も選手の自腹としたため、 彼らのユニフォームはトレードマークであるはずの白ソックスまで常に黒ずんでいた。そのために彼らはヤオ長事件以前からブラックソックスと揶揄されるありさまであった。こうした仕打ちに耐えかねていた選手たちのうち、まず賭博の主導者、アーノルド・ロス・スタインの手下の誘いに乗りヤオ長に手を染めたのは小一流一種のチックガンディルだったと言われている。彼に誘われたもの、 自ら話を聞きつけて仲間に加わったものなど、シューレス、ジョーコと、ジョージャクソンを含む計7人の選手が問題のシリーズで800丁を働いたとされている。他に、八オチの全貌を知りながら、それを球団に報告しなかった三類種のバックウィーバーを含めた8人が事件に関与したとされた。シリーズ途中で彼らに話を持ちかけた、と爆死が破産し、 約束通りの報酬は得られないことが分かり、選手たちは、ヤオチョとは手を切ろうとしていた。しかし、事態はすでにマフィアも関与するところとなり、ある選手は、試合で全力を出せば、家族に危害が及ぶと脅迫されていたという。問題のシリーズから約1年後、選手らは大陪審からの審問に対して、ヤオチョが存在したことを認め、大陪審は8人の選手に対する基礎評決を、 下したしかし、これを受けての刑事裁判において、陪審員らは、被告人らに対して同情的であり、商売審は、すべての罪状について、無罪評決を下した。1920年10月7日付スポーティングニュース紙、一方、事件によって、国民的スポーツとしての面目を失いかけていた、米球界は、金言をもって知られた判事のケネソー・マウンテン・ランディスを、 絶対的裁量権を有するコミッショナーとして迎え入れる。そして、初代コミッショナーであるランディスは、売審の評決に関係なく、八オチ行為に関与した選手、また、八オチ行為を知りながら、報告を怠った選手は、永久追放に処すると判断を下した。かくて事件に関与した8人は、刑事責任こそ問われなかったが、メジャーリーグから永久追放の処分を受けてしまう。 一方でランディスは同じく野王朝疑惑のあった別の有名選手たちを救済してもいる。人気選手を多数失った後のメジャーリーグの運営に配慮した形であった。また、チャールズ・コミスキーは直接には何ら処分を受けず、オーナー職に留まることができた。後に野球殿堂入りも果たし、ホワイトソックスの本拠地球場コミスキーパークに長く名を残した。こうした。 不公平感が追放処分を受けた八選手が、悲運の八人と呼ばれ、むしろ悲運のヒーローとして美化されることにもつながっていく。事件をモチーフに、多くの文学作品、映画が生まれたこともあって、悲運の八人への同情、人気は根強く、たびたび復権嘆願が行われている。また、ホワイトソックスはこれ以降1959年まで、アリーグ優勝から遠ざかり、 ワールドシリーズ制覇に至っては2005年まで遠ざかっていたことから長らくブラックソックスの呪いが囁かれていた。1921年6月、法廷内で笑顔を見せる選手たち、左から2番目より右へかけて、ジョージャクソン、バックウィーバー、エディシー・コット、スー・イ・ドリスバーグ、レフティ、ウィリアムズ、チックガン・ディル当時のニューヨーク・タイムズが伝えるところでは、 8人の中で最もファンから愛されていたジョー・ジャクソンが大売信の法廷で800兆を認めて裁判所から出てきたところ、外に集まっていたファンの中にいた一人の少年が、本当じゃないよね、ジョーと叫んだ。ジャクソンはこの少年に、いや、坊や、残念ながらその通りだと答えたという。このニュースが孫引きされて、西海岸に届く頃には、会話は客色されて、ファンの少年は、 嘘だと言ってよ、ジョー。と叫んだことになっていた。このフレーズ、嘘だと言ってよ、は、大リーグ史上最も有名なフレーズの一つとして、定着し、現在に至るまで、メジャーリーグに、スキャンダルが持ち上がるたびに、新聞の見出しで繰り返し使われている。ただし、ジョー・ジャクソン本人が、後年の取材に答えたところによると、彼はそもそもそんなことは言っておらず、この会話は、 シカゴデイリーニューズのチャーリー・オーエン、スキシャが、そっくり劣つ造したのだという。アメリカ合衆国のミュージシャン、元クリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバル・ジョン・フォガティの1985年のアルバムタイトル曲、センターフィールドの2番の歌詞において、有名なベースボールポエム、KC 打席に立つの一節、ウィリー・メイズ、タイ・カップ、ジョーディ・マジオといった殿堂入り中堅手の名前とともに、このフレーズが、 Don't say it ain't so として引用されている。ちなみに、フレーズだけで、名前は登場しないジョージャクソンは、センターフィールダーではなく最翼手だった。ありがとうございます。